え、怖い。どうしたの？いや、思い出し笑いしちゃってさ。うん。え、ちょっと聞いてもらっていい？いいよ。うんうん。モリモ。モリモリモ。モリモリモリモ。モリモ。うん。モリモリモ。うん。モリモリモリモ。うんうん。何それ？これね。うん。あの、黒子のりさんいるじゃん。あ、いるね。のりさんの親友のハリネズミが考えた曲なんだって。へぇー。森くんの歌。あ、森くんの歌ね。そう。だからモリモリ言ってたのね。意味わかんなくない？意味わかんないね。でも癖になるんだよね。確かに。もう一回歌って。もう一回言って。うん。モリモリモ。モリモリモリモ。ちょっとなんか最後、半音が上がるのがいいね。そう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 。もう。もう気持ち悪くない？もう。確かに。変な歌。そうで、その、うん、のりさんの親友のハリネズミの人が、うん、あの、森くんって人の前でいつもこの曲を歌ってたんだって。え？あ、森くんが作った森森の歌？じゃないよ。あ、森くんが作ったんじゃないの？森くんに作ったの？中谷って名前のハリネズミが作ったんだって。そうなんだ。へぇー。のりさんの親友のね、中谷っていうハリネズミがいて、はいはい、その人が森くんに捧げる歌を作ったのって。そうなんだ。知らなかったよ。それが、森もって歌。へぇー。森森も。森森森も。いい歌だね。これ多分これ見てる朝の週の中にもきっと森っていう名前の人いるかもしれないんだけど、うん、ぜひコメント欄で教えて。教えてください、森さん。うん。じゃあさ、あ、その朝の週の中にいるであろう森っていう名字の人、あ、うん、もしくはなんかあの高森って名前の人とかももしかしたらいるかもしれない。いるね。うん。で、その全ての森に捧げるこの歌を、うん、送りましょうか。僕も、僕も。よ、うん。うん。いくよ。え、頑張る。はい。せーの。もりも。もりもりも。もりもりもりも。あ、さ音程足りづらいね、これね。そう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 。難しいの、意外と。もー。もー。もりもりもりも。あ、ハモった。ハモった。ご視聴ありがとうございました。この動画好きだなと思ったらぜひ高評価ボタンポチッとお願いします。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくなのだ。せーの、またねー。